た、いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、いつも通りアーキキャドの動画なんですけども、アーキキャドでの、外で撮ってきた画像データをアーキキャド内でテクスチャーにする方法っていうのも詳しく説明していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでアーキキャドの方へやってきたんですけども、はい、まず一旦これ見てください。これ見ていただいたら、これどうやって作ったんと思う方もいらっしゃると思うんですけど、画像をサイトから取ってきまして、そちらからアーキキャドに登録してそれを使ってる状況になります。だから本当の材質っていうのはこんな感じで、モルタルであったり、コンクリートであったりと、適当なわけですね。で、上側だけをこんな感じで自分が作ったもので、上塗りしてる、そんな状況です。で、こんな感じで琉球畳ができたんですけど、今回は実際に拾ってきた画像を使ってですね、皆さんに教えていけたらなと思います。はい、まずこれを見てください。僕ね、ちょっとこのめっちゃ可愛い、このトイストーリーのめっちゃ可愛い壁紙を持ってきたので、こちらを使って、子どもの部屋とかの壁紙、こんなんだったら可愛いじゃないですか。それをイメージしてこんなものを貼り付けていけたらなと思います。はい、まず早速ですが、まずですね、こちらオプションの属性設定いきまして、こちらから材質、こちらに来てください。この材質を押しましたら、こんな感じで出てくると思います。で、出てきたらですね、こちらのこれあるんですけど、これを選ばず何でもいいので、新規作成を押してください。新規作成で複製で OK です。この状態で OK を押してください。するとこんな感じで今の名前できましたね。今のところに名前変えとけばこれ変わるんですけども、今回はトイストーリーで OK しまして、このままだと材質が変わってないので、この状態でですね、下行って参照します。で、参照して追加って押したら、こんな感じで、僕以前これ使ったから一気に行けましたけど、そのファイルに飛びますね。で、そのファイルに飛んで使いたい画像を押して開く、するとこんな感じで出てきます。で、これをで OK しますと、見てください、こんな感じでしっかりと出てきますね。で、大きさで言ったらこれ700×525、これ逆やの、元の比率を維持、こんな感じにして、で、これ実際の大きさなんで、小さいから縦2400、巻き食いで、はい、縦2400とかにしてあげると、部屋と同じなんで、こんな感じでいいですかね。で、 OK を押してください。はい、この状態で壁を実際に立てていきたいと思います。壁を立てるときに、先ほど設定したのが1691とかでしたんで、それに合わせてやりたいと思います。はい、これで実際立ちましたね。で、高さが2400なんで、これも高さ変えておきましょう。はい、こんな感じで 3D 見るとこんな感じです。で、この状態だとちゃんともうできてますんで、クリックして上書きですね、ビルディングマテリアルのこちら押しまして、トイストーリー押しますと、今あれとなりましたよね。このままだとね、こんな感じで今1枚2枚3枚バラバラなところで切られてしまっているので、こちらね、一つ原点を決めてあげたいと思います。原点を決めてあげるとこれ綺麗に収まるので、そちらの方法がですね、まずドキュメントを開きまして、レンダリングをします。レンダリングからこちら 3D テクスチャーを調整っていうのがありまして、こちらの原点を設定をしてあげてください。これを押してですね、じゃあ選択できますので、原点を選択してあげると、見てください、こんな感じで綺麗に1枚の画像になることができました。どうですかね、綺麗にちゃんと可愛いトイストーリー2人になってますね。こんな感じでね、ドキュメントから今やったように原点を調整すると、しっかりと思った通りの場所を原点にできまして、好きなようにちゃんと配置できるのかなと思います。最後にこれをツインモーションに持っていったらどうなるのかってことで、一旦ツインモーションに持っていきたいと思います。はい、こんな感じでツインモーションに持ってきたんですけど、ツインモーション内でもしっかりと見ることができますね。はい、クオリティを上げてみるとこんな感じです。
しっかりと見ることができます。この琉球畳もトイストーリーも。なんでまあお子様の部屋とかをしっかりともうモデリング立ち上げで作るときとか、壁紙とかね、こんなんしてこんな感じするみたいな提案もできますし、もちろんまあ普通の設計、住宅の設計の時でもこんなも作れたりするので、ぜひ皆さんもこちら使ってみてください。はい、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、いろんなまあ画像データを使えば、まあ、画像データさえ持っていればアーキャド内でもう好きなようにテクスチャーを貼れることが分かっていただけたかと思います。まあ、結構これ簡単なんですけど、知らない人が結構いると思うので、まあ、こちらの方動画撮らせていただいたんですけど、まあツインモーションでも反映しますし、皆さんど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 ん使っていってくれたらなと思います。はい、ということで今回の動画いいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。